腹すいたな。今日も二度寝するとこでした。何しよっかな、1枠スタート。おはよう。今日も企画か。今日はツイッターで質問ちょっと募集したいなって思ってます。おはよう。眠いです。ね、6時に起きて家事当番済ませて、すごっ、偉っ。おはよう。みたらし団子食べます。朝ごはん後で食べるんですけど、ちゃんとちょっとね、お腹が空きすぎて45分持つ自信がないので、もぐもぐ。喉詰まらないように。確かに。お肉はだから後で食べますよ。やばい、ぼちゃった。ぼちゃっこ。みたらし団子好きですね。お餅好き。おはよう。おはよう。ぼさってんな。ぼさってんな。寝起きまこちが一番好きです。天てる起き。ありがとうございます。うん。うんふん。うん。うん、朝ごはん何食べました？マイナス魔法のバッテリー45分持たへんわ。充電してください。うん、眠い。朝マックパン、ビーフジャーキー、スクランブルエッグとコーラ、まだサンドイッチ、早くカプレーゼじゃないわ、モモッツァレラ食べないと。うん、夜の配信で作ろうかな、モモッツァレラ。うん、メロンパン、メロンパン下にありましたね。キウイ、キウイ美味しいですよね。パイナップルアレルギーなんでね、キウイもアレルギーなんかと思いきや、キウイはいけるんですよね。朝からおいしい。いいキウイな。お肉も変わらんな。でも、おはよう。
朝カレー、朝カレー意外とね行けましたよ、キャンパチの時。うん、コーヒー牛乳中に爆食い、分かるわ。友達が言ってました、それ夜中に、前日の夜に焼肉とかお寿司とか食べまくって朝気持ち悪いって。おはよう。朝カレーの後ランニング確かにきつかった。うん、ピッチングがあったんで私の場合。カレー食べた後もすぐに歯磨いて着替えてピッチング。うん、朝カレーってマジで体育会系。中学の時はあの遠征に行ったりとかした時はなんかもうあれですね、全あのホテルの朝食なんですけどバイキングをね全種類取らないといけなくて、全種類取ってからのご飯2杯かご飯1杯プラスパンをいっぱい食べるっていうルールだったんですけど、そう朝はね割と私食べる派なんで結構いけました。けど嫌いなものとかもね全部食べないといけないんで、魚とかも頑張っても食べましたね。うん、遠征はご飯が一番きつかった。朝ごはんそれ食べたあったのにバスで移動したあと2時間ぐらいしか経ってないのに、あの牛丼のねあの大盛りをね食べないといけないんですよ、特盛りを食べないといけなくて、そうマジでもう気持ち悪かったですねあの時は。うん、食トレってやつですね、部活あるある。遠征はご飯が一番きつい。うん、力士かよ。うん、うん、食べるのもトレーニングですよね。なんか練習後にもあの練習のためにあのおにぎりをね持ってこないといけなくて、うん、消費するからそこでね終わってから糖分補給するって感じでおにぎりを絶対食べないといけないんですけど、みんな爆弾おにぎりこんぐらいので爆弾おにぎり持ってきてそう食べてましたね。夏場とかね特にきついんで、そう動いた後ってなんか食べる気分じゃないじゃないですか、でも食べないといけないんで私唐揚げとか入れてました。揚げ物で食欲食欲増進。あ、うん、うん、スポキンのおにぎりほんまに。あそこまではいかんけどめっちゃでかかった。うん、
それでもほんまに細いんですね。なんか動く量が多すぎて太らないんですよ、もうその時は。もうね、プラマイマイぐらい朝の9時から9時とかぐらいまで平気でねやってたんで。信じられないですね。くじくじを3日間とかやってましたよう耐えてたなって感じなんですけど。部活時代は日焼けしてたの？日焼けはしてないで、室内だったんで。その時も室内だったんで、あの逆に今より白かったですね、もっと。ちょっと走るとかトレーニングありましたよ。ラントレみたいな、使えない時に、そのね、体育館が外でね、あの3キロぐらいだったんですけど、その時は3キロを全員で競争みたいな。くしゃみでそう3キロをねみんなで競争して、あの何分以内に走りきれみたいな感じだったんですけど、何分だったっけな、もう忘れたな。3キロですもんね。3キロ、1キロが3分半とかだから、サダンが90、11分ぐらいですかね、12分とかぐらい、覚えてないけどようやってましたわ、あの時。当時の方がね白かったですね。でもなんか運動して汗かいて代謝良くなったら多分白なるんですかね、分からないですけど新陳代謝。見てください、これナンバーザールの白組 T シャツです。これ背中にもねメンバーの名前がいた入ってます。NMB も体育会系ですけど、あのお弁当はねめっちゃあれですね。あ、けど健康重視されてるから体育会系か公演の時とかに出るお弁当がめっちゃね野菜とかいっぱい入ってたりとかって考えられてるんですよ、栄養バランスを。なんで体育会系ですねそう、まあでも3キロ走るんじゃない、3キロぐらいなら走れると思います。5キロとかだときついかも。白組の曲は何が好き？白組はあの決勝で2回公演だけお弁当。え、違いますよ、あの朝とどっちも出ますよそう、確かに一人暮らし多いからか。そうね、健康重視です。揚げ物とかだけじゃなくて、ちゃんと野菜とかいっぱいいろんな入ってますね。レガッタ、レガッタ衣装でね写真撮れなかった、悔しいですね。夏コンで言ってた赤白衣装の答えは、モバメンでやった気がする。決勝ね、いいよね。キャンプの集会でも自分は無理かも。松坂真子体育会系の大食い。そう。
はよう。この次の部はちょっとお姉さん風にしますわ。ちょっと大人っぽ、大人っぽか。すごいいい返事してる。大きな声でハキハキと やってましたね。呼ばれたらすぐはいとか言って、お疲れ様ですとか、失礼しますとか、ありがとうございますとか。そう、返事しないとあれですね、なんかトレーニング増やされるのが。オーディションでもアピールしていた。オーディションはそんな普通に挑んでました。リアル楽しみ、ね、うん、お餅1,2,3,4,5,6個入りぐらい、だいぶ最後。あの、後でね、ツイッターに質問募集するんで、ちょっと送ってください、どしどしと。何でも高校の時食べた、美味しい。なんかたまに食べたくなるよね。おはよう。おはよう。芸能界に入らなかったら何を目指してた？スポーツカー関係の会社に就職してたと思います。なんか企画とか好きなんで、もうそっち系で企画系に行ってたりとかしてたかも。広報みたいな。食べました、ごちそうさまで。インストラクターっていうか、なんかそうですね、あのスポーツ会社、大手のスポーツ会社のビルの上の方でこうミーティングしてるんですよ。次のあの商品は何にするみたいな話をしてて、そこでこうタブレット持ってこうね映し出すんですよ、プロジェクターに。プロジェクターに映し出して、これでこうで、こんなデザインでこんな商品がいいと思いますみたいな。もうバシバシ働きたい。そう、会社員プレゼントとかねしてね。そう、出てるな、ナイキとか、そうそう、アディダス、ミズノ、アシックスとか、アンダーアーマーとか。あー、そう、もうね、そういう系に行ってたはず、多分。商品開発とかそういう部ね。
そう、パワポの練習してた、ほんまにパソコン太いです。でもZ、 うん、企画書作るの、そう、あの小学校の時に新聞委員会に入ったんですよ。そうなんでね、新聞委員会でやってたんで、あのそういうの好きでした。めっちゃ手の込んだやつをね作るんですよ。3時間ぐらいかけて1枚の新聞なのに。それでね楽しかったんで、そういうの嫌いじゃなかったんですよ、そういう作るの自分で。なんでうん、いいですね。おはよう、ピースください、ピース。インテリア普段からしないですよ。ちょっとここ止めとこう、本当に。てるてる坊主のクオリティ、そう、なんかね、作るならちゃんとしたの作りたいじゃないですか。そう、和平年の企画会議見てましたよ。おもろかった。坂下確認、おはようございます。おはよう。スタバで MacBook してそう。スタバでね、あの勉強するのってあれですよね、もうなんていう雰囲気味わってるみたいなところありません？ちょっと、まあ、コーヒーのには落ち着きますけどね。そう、ちょっとスタバで勉強してる自分かっこいいなって多分思ってると思います。最強ツインテール。うん、高めツインできるか。草野球行ってらっしゃい。今日こそは特大アーチを。うん、来たよ、全員集合希望。おはよう。スタバ自体がそう、バレた、やっぱりそうよね。勉強とか絶対形だけで何も身につかない。めっちゃ辛辣だ。おはよう。やってる感出してる。そうこの前スタバでなんか何面接みたいなしてました。え、ここでと思ってびっくりしました。うん、スタバ映えか、なるほどな。適度に緊張感あった。確かにそれわかる。ちょっとざわざわしてる方がなんか勉強集中できる。図書館とか嫌なんですよ。だから図書館でやるよりちょっとね雑音あるとこでやる方がはかどります。めっちゃ携帯あったらダメなんですよ、でも横に見ちゃうから。マクドで面接もあんの？マジ？キラキラ、スタバで面接。トヨタ勤務だけど200年頃から職場での言葉が英語。そうなんや、やっぱりなるんや、海外とかあれなんで。か海外飛ぶかで、ちょっとね海外行ってみたかった。なんかなんて言うの、国内と海外の何流通とかの人にも良かったですね。金融系とか、そう、はい、外国行ってみたいな、そう、商談してみたいな。うん、出張とかね、いいですね。夢がありますね。うん、外交官、商社マン、いいですね。海外に飛ばされて戻ってきました。飛ばされるならちょっと
あのアメリカとかヨーロッパとかいいですね。うん、アジア脱出したい働く欲がすごい、働きたいですね、働きたいですねってあの当時はですよ今はもう全然こちらの考えは頭にございません大学行く予定ないです、多分。世界おじさん、ネット使えたらスマホだけで稼げる。あ、株とかやってみたいな。休憩中参加ありがとう。東南アジアでした。東南アジア、いい、そうね、物価が安い。英語は勉強しておいた方がいい。そうか、国外脱出症FX、 おはよう。いいですね、でもね、外交官とかいいね、夢があるぜ。よ、時間平均今日ね45分までしますよ。株といえば松作の豪配とあれめっちゃ、あれ公演の日にね、多分あの動画公開されたんですけど、めっちゃねいじりました、みんなでめっちゃあの美咲がつぼってました、ゴー入っとって、雇われるよりも自分で稼ぐって。そうですね、うん、個人種目みたいな奥トレ、おこちねえ、何、競馬好きなんですね。個人経営者、キッチンカーで荒稼ぎ、いいですね、いろんな仕事があって面白いですね、広いですわ。そうね、めっちゃけどバリバリ働きたかったです、普通に就職するなら。そう、バリバリ働いて、マジであの夢はタワーの上層部で働いてるんですよ、こうカチカチプレゼントとかしながら。で、あのお昼休みになったら財布だけ持ってこう降りてきて、その辺のランチに行くっていうのがちょっと憧れでしたなんかいい生活、そういいですね、本当にもう、そう出世したい、出世そうそう、めっちゃね、なんかOL したかったかも、就職するなら現実は厳しい確かに今のそうバリバリに働いてるかも、もう一つの人生ではOL さん、NMB で出世します、頑張ります期待性があっていい、ね、おはよう。そう実業家、なんか企画とか好きなんで、なんか
なんかやること楽しんでやる派なんで、割とそうね。なんでまあいろいろ始まりますけど、これからも楽しみにしててください。企画会議好き、企画会議とか参加したい。卒業してからもできるやん。確かに何も考えてないですね。でも卒業してからとかもう一つのなんかしようかな。夢がね見つかったから、そっちでもね全然あれなんですけど、うん、アイドルって今しかできないからしばらく言うの全然ね、やめる気ないんですけど全然ね、やめた後のビジョンないんで、考えてないんであれなんですけど、まだそんなん全然やめる気ないですけどそう、安心してください。だからほのとかは考えてるって言ってましたけどね、あの将来のビジョン、おばあちゃんまですごすぎ。うん、そうね、アイドルやりきって、そうアイドルやりきらないと、まずは夢をね叶えないと、叶えていかないと、一つずつ。それまではね大丈夫ですよ、やめないんで安心してください。高校と卒業と同時に辞めないんでなんか心配の声があったけど、うん、そうよ、未来が楽しみ。うん、ビジョンはできてますよ。でもあの活動中のねビジョンはそう、うん、重めが減ると辞める店長、そうなんや安心しましたねえ、うん、いつか選抜ね、選抜は夢です。うん、健康第一目標がはっきりしてるから心配。でもそんなね、あの急にリスクを負うような目標はさせないんで、現実主義なんで大丈夫ですよ。うん、そうですよ、子さんオタになれますよ今押したらそうメンバーにも言われますね、まあ、こっちは長くいそうって。うん、あのね、個別のあのお話し会のね、そうお話し会の日程をね昨日出すって言ってたじゃないですか。なんですけど、あの何まだねちょっと発注とかのあれでちゃんとね出せないかもしれないんで、決まってなくて、もうちょっと遅くなるかも。もう明日ぐらいには出したいですね。早ければ今日、遅ければ明日ぐらい。赤ちゃんの憧れの先輩は、そう、今卒業しちゃったんですけど、ココナさん。そうね。マイティさんも好き。うん。ゆずはさんもね、いい人、めっちゃ。そう。ちひさんもね好きですね。チルドレンなんでうん、ねえ、ここださんインスタ始めたね。
かわいい。うん。うん。人前で話すの緊張する、何かいい方法あります？そこにいる人全員をね、じゃがいもだと思うんですよ。じゃがいも、じゃがいもと言い聞かせて。そう、個人にかと、かりんさん、なんかなんていうの、なんてもう尊敬、尊敬の域、かりんさんは憧れっていうよりなんかね、うん、憧れの先輩チッヒーって言って、そう、チッヒーさんにね、あの好きな先輩誰って言って、あのチッヒーってあの言いましょうみたいな感じだったんでそう、チッヒーさん好きですよ。でもうん、そう、うん、クラブでつねってくる先輩チヒ、チヒさんから来たんでね、私から言ってないんで、これはもう嬉しい。チヒーとの初出しエピソード、なんか一緒の香水使ってますこの前あの B2 公演の日にあの野球、京セラドームでカリンさんが始球式してたじゃないですか。それの、ね、日に多分行かれる予定で来てたんですよ、劇場に。でその時にマネージャーさんに、あの新しい香水買ったって言ってこう出してたら、私と一緒、全く一緒で、私も一緒に使ってますって言って、そうだからこの前一緒にお仕事した時に、あの二人とも一緒の香水まとってましたわかりました、すぐ、あ一緒の香水やと思って、そう香水一緒なんですよっていう話です。ちょっと運命感じましたね、ここで、ここで一つたまたまなんですよ、本当にずっと使ってて、そう中ん高校生かな、かな、高1ぐらいからずっと使ってたんですけど、そうそうそう、一緒の使ってて嬉しかったですね。うん、めっちゃいい匂いなんで、あめっちゃいい匂いとか、自分が使ってるって言ってるのに、そんな言ったらあれですねそう、一緒の匂いまとってるんで、ちょっとリアルお話し会、陰に来てください分からんてなそうなんですよ。何系の香り？石鹸系？爽やか系です。なんか甘いの夏にきついじゃないですか。甘いのあんまり好きじゃなくて、そうそう、爽やか系そう、ビニール越しにも、ビニールにもふっかけとこうかな、じゃあそう、確認してきてくださいアクリル板にも香水かけときますわリアルお話し会はね、そうですね、あの何メーターけど、そんな遠くの1メーターぐらいかな、そういいですよ。どこの香水ですか？キャロライナ・ヘレラっていうイタリアとかかなブランド、そうやつですね。キャロライナ・ヘレラの212、いい匂いですよ。うん、劇場のお見送りよりはもうめちゃくちゃ近いですよ。もう1メートルなんで、本当にこっからこんぐらい、多分ここにこうあってこれぐらい、うん、いいですね。見に来てください、毛穴まで2メートルぐらいある？そんなあるっけ？私が近づいてるからかな。もうアクリル板こんなんで、こんなんなってますよ、こんなんでも喋ってます
そう、久しぶりで結構ビビった。そうそう、うん、いいね、楽しみ。リアルね。ちょっとランキング読みますね。ピッ、いきます。13位、ジュニアさん、ありがとうございます。12位、アベベさん、ありがとうございます。11位、コウタさん、ありがとうございます。10位、チキンナンバさん、ありがとうございます。9位、のさん、ありがとうございます。8位、水健さん、ありがとうございます。7位、島城さん、ありがとうございます。6位、高橋さん、ありがとうございます。枕投げ最高でした5位、リーダーさん、ありがとうございます。4位、しんちゃんさん、ありがとうございます。3位、こかいじいさん、ありがとうございます。2位、背番号59番さん、ありがとうございます。くしゃみでそう、待って、あ、いや1位ハイドさん、ありがとうございます。今日ちょっとやばいですね、くしゃみが出る日ですうん、ありがとうございます、ありがとうございます皆さん1時から12時半でやるので、また来てください。皆さんありがとうございます。バイバイ。大人っぽくでします